おはようございます。簡単マイコン教室おっちゃん先生の土井です。今日はもう早くも150回ということになりました。第2回目の決算になります。じゃあ早速画面をパワーポイントに切り替えてですね、決算報告を始めたいと思います。7月になりました。7月の1日に資料を作ってですね、ちょっと夜に作りましたが、始めたいと思います。ですね、まあ、リリースから4ヶ月が経ってこういう成績です。まあ、節分の日から始めてですね、75回目、4月の17日に第1回目の決算をしました。まあ、それから、もう75回なんですけれども、そこの多くの時間をですね、ターゲットを中学生に以上ということに変えたので、実習を取らせてもらいました。まあ、1シーズンで終わるかなと思ったら、まあ、2シーズンぐらいまで行ってですね、1テーマあたり5回で、6テーマ、が1シーズンで、まあ、30回分で1つの実習というイメージで作りました。で、シーズン1はですね、マイクロビットだけで、というかマイクロビットがなくてもシミュレーターでですね、プログラミングの勉強ができるというコンセプトで作りました。で、セカンドシーズンはですね、マイクロビットを購入いただいて、実際にそのマイクロビットの中にあるセンサーを使って、実習してみようということで2回を行いました。で、まあ、その結果ですね、まあ、公開本数は、まあ、毎日なんとか、リリースするということで、特に最近はですね、朝ちょうど6時にリリースができないような日が続いてるんですけども、なんとか、毎日1本はリリースして、200本、公開済みの動画が200本になっています。で、ライブ配信もですね、2回、まあ、オンライン教室ということで、実際にライブ配信している最中につないでくれた人の問題解決、まあ、小学生、中学生というか、小学校、中学校の先生ですね、に来ていただきたかったんですけども、まあ、ハラハラドキドキで始めたらですね、ちゃんと来てくれる方もありました。で、視聴回数は結構増えてるんですけども、再生時間も伸びていますが、まあ、残念なことはですね、平均視聴時間が25秒短くなって、なかなか引き付けられていないという感じですね。まあ、そのせいか、チャンネル登録者数もですね、増えてはいるんですが、前回39人ですから、まあ、倍になれば80ぐらいいかないといけないところが、まあ、それが56にとどまっているということで、まあ、なかなか見てもらう機会は増えているんですけども、チャンネル登録につながっていないというのが結果なのかなと思います。まあ、その数字を見てですね、まあ、総時間数と回数は増えているというのは、まあ、見てみようと思ってもらうところまでにはいってるのかなと。ただ平均時間は減ってるので、なんだかなみたいな形で、すぐチャンネル移動されちゃってるっていうことなんだと思います。まあ、そういうこともあってなかなか登録者数が増えないというのが実情なんじゃないかなということで、まあ、結構厳しい評価なのかなというふうに自分では捕まえています。で、まあ、数字だけじゃなくてですね、自分の気持ち的には評価できる点はいくつかあって、まあ、実習シリーズをきちっと作ることでですね、まあ、どれぐらい最大、どれぐらいの周波数、1秒間に何回データが取れるかとか、あとシリアル通信をやって、ちゃんとインターネットがつながってない環境でもデータを取れるとかいうことでですね、自分のまあ職場であったり、まあ、高専で教員をしておるんですけども、そこの高専生にフィードバックできるような動画もできてきたんじゃないかなと思っています。で、まあ、以前の、前回の課題のですね、概要欄が寂しいという、まあ、外部評価を受けたのもあってですね、概要欄は、まあ、基本カット&ペーストが多いというのがバレてるのかもしれませんけども、まあ、以前よりも、きちっとリンクを貼ったりですね、説明書きをつけたりするようにしました。で、何より、まあ、ライブ配信を2回してですね、2回同じ人が来てくださってですね、
こういうものを作りたいというのを、まあ、即興で答えながら作ったんですけど、非常に喜んでいただけたというのは、とても嬉しかったですね。で、まあ、それから第1回の決算終わってから動画作成は、Zoom に切り替えました。それまではですね、iPhone を使って撮っていたんですけども、まあ、Zoom を使うことでですね、非常にコンパクトで、サイズ的にも小さいし、ほぼ編集をなく、まあ、撮りっぱなしでデータができるということで、編集時間が非常に短くなってですね、まあ、コロナ対応で結構職場大変なんですけども、まあ、時間が短くてもですね、コンスタントにアップロードできているっていうのは、まあ、このズームのおかげかなとも思っています。で、それから、まあ、75回を超えてですね、100回を超えて、今日は150回になっているということで、まあ、チャンネル登録者数はまだ60人にも届いていないんですが、まあ、自己紹介で、教えもなくと言いますか、恥ずかしくもなくと言いますか、YouTuber なんですよみたいなことを言うようになったのでですね、まあ、自己発信力は、まあ、の一つとしてですね、この YouTube 話題にできるようになったと思います。で、ただ、まあ、数としてはこの編成、反省点少ないんですけども、相変わらずですね、2回とも続けて動画がやっぱり短くならない。今もちょっとだいぶ長く喋っちゃってるかもしれません。もう10分ぐらいになっちゃうんですね。まあ、この10分で長いというのを意識して、10分以内に収めるように動画を撮らないといけないなと思ってます。で、それからサムネイル以前こまめに作っていたんですが、この、第1回、1回の決算以降はちょっとサムネイルが寂しくなって、もうそのまま動画の中の1シーンとか、私のなんか笑ってる顔でごまかしてるのが多くなったかなと思っています。でそれと、まあ、ズームなのでですね、切り替えが、なかなかスムーズにいかなくなったりというので、そこで時間がかかったりとかいう風になったり、一度ですね、放送事故といいますか、全く真っ黒の画面のままの、動画がアップされていて、コメント欄で指摘していただいて、なんとか直したというような回もありました。まあ、それをもとに現状考えてみると、まあ、中学校対象、以上対象ということで、非常に私が喋りやすくなったんですけども、逆にですね、普段の調子で喋っている分、視聴と長い動画になってですね、視聴時間を減らしてしまったのじゃないかなと思ってます。でそれから、まあ、小学生の小学校、中学校の先生を助けるということは継続してやっていきたいんですけども、オンライン教室なかなか届いていないのか、まあ、ただ逆にですね、職場で使いたいという方の生の声を聞きながら実際作って喜んでいただけて、まあ、今の形は今の形でいいと思うんですけども、小中学校の先生に対しては何らか別のアクションがやはり必要かなと思っています。これについてはですね、ちょっと本業で出前授業という中に、まあ、実際に出かけて行きにくくなった、まあ、コロナの影響もあってですね、オンラインで、やりましょうというのを呼びかけているので、本業の職場の方に問い合わせがないかなとか思ったりしています。で今後はですね、やっぱりまあ継続的にこう楽しく続けていって、やっぱりこう視聴者数が100人ぐらい超えると、まあ、さらなる自信につながるので、まあ、そこを目標にやっていきたいなと思っています。ただ、まあ、負荷をかけてですね、本業おろそかになってはいけないので、まあ、朝活の中でずっとやっていきたいなと思っています。で、だんだん動画のネタも減ってきたので、小さなですね、実は、ここ先週ぐらいに2、3本上げたんですが、マイクロマクイーンという非常にコンパクトでいいロボットが安く手に入ったので、まあ、これをちょっと入れながらですね、まあ、高専生であったり、大学生なんかにはちょうどいいかなと。で中学生には、さらにこう、一歩先を行く勉強したいという人には非常にいいかなと思うので、まあ、これをまあ、無理なく少しずつ短めの動画で出していこうかなと思ってます。でやはりこう、テンポよくですね、中学生以上とか、まあ、我々のそばに、私のそばにいる、高専生とか見てて、やっぱりじっくり見るっていうよりかパッと見て面白そうでなんか気がつけば5分10分見てたというような動画にならないといけないなと思っています。
まあ、途中からもう見やすくするようにですね、チャプターという機能が YouTube でついたみたいなんですね。まだ私概要欄でその機能を使ってないんですけども、それを入れていきたいと思っています。はい。で、次の決算、第3決算は225回ということになるんですね。まあ、そこを目指してですね、対象は、まあ、今回の第1回の決算でしたように、中学生以上というのを維持しながら、高専生以上ですね、高校生以上の心を捕まえれるような短い動画でテンポよく撮っていきたいなと思っています。それと、まあ、大学生ですね。まあ、高専生でいうと、初学者というよりかは、まあ、電気機械の融合コースなんかになると3年生以上ぐらいですかね。そのあたりを対象にするために、ミニロボットをちょっと使っていきたいなと思ってます。で、それと、動画は短くですね、ここは何度も目指していきたいと思います。そう言いながら、この決算も10分超えていますが、動画は短く、概要欄は相手の立場でですね、チャプター機能なんかを入れていきたいなと思っています。で、見る、測る、考えるのコンセプトは、もうこれはそうそう簡単に変えたくないなと思っているので、続けていきたいと思っています。はい、10分を目指しましたが、12分ぐらいになってしまいました。この第2回の決算以降はですね、10分を肝に銘じて短めの動画でですね、テンポよく作っていきたいと思いますので、引き続きご清聴のほどよろしくお願いします。引き続きご清聴おかしい。今日はご清聴ありがとうございました。引き続き、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。